皆様こんにちは、高木美香です。またお前かよと言わないでください。私は1年半前にやったテレックス東京 IZ の第1回の時にスピーカーとして出させていただきまして、その時はクールジャパンの話をしました。で、今日はクールジャパンとクリエイティブジャパンという話をしたいと思っています。去年話をしたときは、実はちょうど新しいチームを経済産業省に立ち上げたときでして、日本の食とかファッションとかコンテンツとか、そういうもの、世界からクールだねって言われているものがもっと世界で稼げるようにどんどん外に出していこうということで、新しいチームを作りますというお話をしました。それから1年経っていろんなことを学び、新しいことを企画してやってきましたので、今日はそのお話をしたいと思います。去年から学んだこと、本当にたくさんのことを学びました。その中で今日はいくつかピックアップをしてお話したいと思います。一つ目が、私たち経済産業省っていうのは割とこう昔にできた業界ごとに組織が分かれてまして、クールジャパン室っていうわけのわからない名前の課を作る前は、例えばファッションであれば繊維課っていうところがあって、繊維業界の団体があって、そういう業界団体とのやり取りを通じて世の中のことを知るみたいな感じがあったんですけれども、クールジャパン室っていうのを作ってから、自分こそがクールジャパンだと言って私たちのところに、自ら来てくださること方が本当にたくさんいまして、業界と業界の間だとか、地域と地域の間とか、それから日本と海外の間だとか、そういうまさに今までのプレゼンターの方々がおっしゃっていたような、何かと何かの間で活動されているプロデューサーみたいな人とか、それから今日の最初にお話しされた落合さんみたいなクリエーターの方とか、そういう方々が本当にたくさんいるんだなということを実感しました。個人から、ごめんなさい、組織から個人へ、こういう流れの中で私たちは何をすべきかを考えていきたいと思っています。で、2つ目が、これは人の認知の構造なんですけれども、一番自分にとって身近なノンノン、知っていることを知っている世界から、2つ目のノンアンノン、知らないことを知っている世界、そして一番外側のアンノンアンノン、知らないことをも知らないような世界に、私たちの動きというのは変わっていかなきゃいけないなということを痛感しています。新しいチームを作って、本当に今までの枠組みでは出会えなかったような方たちとここ1年で本当にお会いすることができて、私たちが1年前にチームを作った時には想定していなかったような仕事を今たくさんしているんですね。私も勉強になりましたし、そういうやり方を政府としてもやっていく必要があると思っています。そして最後に、これが今日の趣旨でもあるんですけれども、今までクールジャパンと言ってた時は、これ氷山のつもりなんですけれども、いわば氷山の一角で、世界から見えている日本、海面の上に、見えていて、あ、クールだねって言われている日本ばかりに私たちは着目してきたと思うんですね。で、それを海外に出そうということだったんですけれども、散々議論をして、で、途中で震災もあって、日本の強みって何だろうみたいな話をずっとしてきて、実はその、海面の上に出ているクールジャパンを支えている日本の風土だとか、クリエイティビティとか、そういうものを国内で、ちゃんと伸ばしていくような仕組みを作らなきゃいけないんじゃないかということをみんなで痛感しまして、それで実は今年の7月1日から、クリエイティブ産業課という新しいグループを作りました。去年まで8人でやってたんですが、今は60人弱で、コンテンツ産業、それからデザイン、ファッション、あと観光とか食とか、それから伝統工芸とか、そういう分野をまとめて扱っています。で、今日は新しくできたクリエイティブ産業課で、私がやりたいと思っているその政策のパラダイムシフトについて、3つのことを話したいと思っています。1つ目が、アイデアのあり方です。これまで特に政策っていうのは、上位形の仕組みで動いてたと思います。で、地震があって政府の復興会議ができて、気づいたことは、そういう大きな計画も大事だけれども、一つの計画が末端まで機能するとは限らないじゃないかと、被災地の
現場にいる人が、こんなアイデアだったらサステナブルなビジネスでこの街でも回せるんじゃないかとか、こういうコミュニティを作ったらいいんじゃないかとか、そういうアイデアを持っている方が本当にたくさんいますし、日本の復興一つをとっても上位形ではなくて、逆ピラミッド型の、アイデアを集めてくる仕組みを、考えたいということを思っています。でもう一つが、アイデアっていうのは今まではどちらかというときれいに分類されているものだったと思うんですね。で本屋さんに行くと、コンピューターとかカメラとかそれから文学とか科学とか、そういう分類がされていて、欲しい本を探すには便利なんですけれども、そこから新しいアイデアが生まれるというようなことはあんまり、ないと思うんですね。で東京駅の近くに松丸本舗っていう本屋さんが最近できまして、ご存知の方もいるかと思うんですが、そこではすごく面白い仕組みが入っていて、いろんな知識人の方の本棚がそのままコピーされて置いてあります。これは A さんの本棚、これは B さんの本棚ってなっていて、隣の人の本棚に同じ本が入ってたりするので、管理をするのは大変だと思うんですけれども、そこに行くと本当にいろんな、セレンディピティみたいなことがあって、たくさん本を買って帰ってきてしまうというようなことが起きています。編集の能力っていうことがこれからすごく重要になるんじゃないかと思います。そこで私が今準備しているプロジェクトなんですけれども、アイデアを集めてくるプラットフォームのマザーというものを今私たちが頼んでいるクリエイティブディレクターの方と一緒に作っています。マザーには2つの意味があって、1つがその日本の母なる物語みたいなものをきちんと作り直そうということで、もう1つは混ぜる、さっきの編集と同じなんですが、いろんなアイデアを混ぜていこうじゃないかということです。政府っていうのはどうしてもこう決めたことをやろうっていうことが多いんですけれども、むしろこれはいろんな人からクールジャパンのアイデアとかを集めてきて、それをみんなでブラッシュアップをしていって、でその過程を全部見せて、で物になったアイデアは誰かが実現していくと、そういうようなオープンなプラットフォームにしていきたいと思ってます。10月中にはオープンします。もう一つがメディアの在り方と、制作の在り方です。地震の後に、ずっとテレビを見ていた、私もテレビを最初見てたんですけれども、悲しい映像ばっかりが流れている中で、主に Twitter とかで自主的な行動をし始めた人は本当に多かったと思います。どこで炊き出しをやってるよとか、どこどこの町の誰がいませんとか、そういう情報をみんなが発信するようになって、でそれを誰かが自主的に交通整理をしていくようになって、すごくメディアの在り方が、これツイッターのつもりなんですけれどもすいません、初めてベゼ曲線を使いました受信から発信へと大きく変わっていったんじゃないかなと思ってます。でもう一つが私どもも大変ご迷惑をおかけしている原子力の問題で、すごく変わったなと思うのが、今の情報っていうのは大事なんだけれども、この先どうなってしまうかっていうことをもっとみんな知りたがっている。10年後20年後にエネルギーの制約もある中で、自分たちはどうやって生きていったらいいのか、どこに住んで何をしたらいいのか、そういうことを考えるようになったと思うんですね。でそこで考えたんですけれども、じゃあ私は何をできるかということなんですが、私は今の部署に来る前にデザインの担当をしてまして、いろんなデザイナーの方と触れる機会が多かったんですけれども、デザイナーの伝える力っていうのをもっともっとその社会のために役立てるんじゃないかとずっと思ってました。それで地震の後にこういうメディアの在り方が変わってくる中で思ったことが、日本のメディアっていうのは新聞の文字情報とテレビの映像の情報はあるんですけれども、どうしても感情的になりやすいし、それを見た人も流されやすいと思うんですね。でただその未来のことを知るためにはデータも必要で、そういう客観的な分析のもとに、考えるヒントを与えるようなツールとしてインフォグラフィックスっていうのはすごく大きな可能性を持ってるんじゃないかなと思いました。それで伝わるインフォグラフィックス、ツタグラというウェブサイトを10月の中旬にオープンする予定なんですが、ビジョンを持っていてデータも持っているリサーチャーの方と、それから伝える力を持っているグラフィックデザイナーの方がコラボレーションをして、日本の未来を考えていこうというようなプラットフォームを準備しています。そして3つ目が物語の在り方と、それから制作のパラダイムシフトです。日本の、すいません
日本の高度経済成長期っていうのは一つの大きな日本の物語の中にみんなが乗っかって生活をしていたような時代なんじゃなかったかなと思ってるんですけれども、その後、バブルがはじけて引きこもりの時代があって、私が今思うのはもう引きこもっててもしょうがない時代になってるのかなと思います。自分の描いた夢をいろんなツールを使って、先ほどの柳さんの話もそうだと思うんですけれども、一人の少女の物語がいろんな仕組みを使えば世界中に広げていくことができる。でそのため の, サポートとかリソースっていうのは本当に多くあると思うんですね。でぜひそういう物語をどんどん作っていけるようなことに私も少しでも貢献できたらいいなと思っています。でもう一つ物語なんですけれども、日本の物語っていうのがどうしても特に政府で仕事をしていると朝から晩まで日本は日本はと言ってるんですけれども、日本対世界とか考えないで、自分のそのフィールド自体をアジアまで広げたらどうかなと思っています。同じようにお箸でお米を食べて、家の中では靴を脱いだり、漢字を使ったりしているような文化を共有している人たちっていうのはすごくアジア全体で捉えれば広いですし、日本がその経済が縮小していくといっても、アジアを自分のホームグラウンドと考えたらその中に成長経済もたくさんあるわけだし、そういう文脈で生きていかないと私たち自身もこれから大きな未来を描けないんじゃないかなと思っています。でそれを考える場として11月の4日にクリエイティブ東京カンファレンスという大きなイベントを企画しています。でこれは一言で目的を言うと、東京をアジアのクリエイティブのハブにしたいという思いです。私の友人も最近どんどん香港とかシンガポールに、引っ越しをしてしまったりしていて、クリエイティブな分野で働いている人もそうなんですが、やっぱり、移動も楽になって動きがあっていろんな人が集まっている都市にみんなが行くようになっていると思うんですね。東京は本当に面白い文化も、たくさんあるんですけれども、その動きに取り残されないように東京でいろんな才能を持った多文化の人が活動して、ここから新しいものを一緒に生み出していけるような、そういう場所を作っていきたいと思っています。でこのカンファレンスではアジアのクリエイティブシティのシンガポールだとか、香港とかからクリエイティブシティを作っている、文化政策のキーマンだとか、それからクリエイターの方々をお呼びして、クリエイティブの力でどうやって日本が再生していくのかとか、どうやってアジアの未来を作っていくかということを話し合いたいなと思っています。今日3つのことを話したんですが、私の中ではこの3つに大きな共通点があります。それはどれもここにいる皆さんだとか今日お話を聞いてくださっている方々とか広くいろんな方に参加していただけるということなんですね。で政策の中で本当に誰もにオープンにしているものって少ないんじゃないかなと正直思ってまして、私はそのクリエイティブ産業の担当をしていて、一番思うのはクリエイティブの力を発揮できるのってプロセスを変えることがすごく大きいと思ってるんですね。それは政策においても同じで、私は自分が担当していることのそのいろんなことのプロセスをこうやって変えていきたいと思ってますので、ぜひ参加してください。今日はどうもありがとうございました。